皆さんこんにちは、みくです。いよいよ明日11月11日、矢沢永吉150が開幕です。いよいよっていうよりもまああっという間やったんやけど、まあ、初日を迎えるということですごくドキドキしておりますが、まあ、私は行かないけどね、初日行かないけど、まあ、一つのツアーがスタートするということで、まあ、ファンのみんなもうドキドキしてるんじゃないかなって思うんですが、今回のツアーに関しては、まあ、前回のツアーとは全然逆というか選曲が全然違うって言ってたので、まあ、そこも含めて本当に楽しみやし、また新たな A ちゃんを見れるんやろなと思ってすごいドキドキしてるんやけど、私できればネタバレを見たくないから、もうこの行くしばらくの間はツイッターとかあんまり見ないと思うけど、初日行かれる方は本当に楽しんで来てください。まあ、初日に限らず、なんてやろな、初日とか最終日とかってすごい特別な感じに扱われると思うんやけど、なんかそこだけじゃなくても全部全公演がもうその瞬間が特別やと思うから、その一つの公演でその日しか見れへんから、初日だろうが最終日だろうが関係なく、もうどの日に行っても特別なスペシャルなステージには変わりないから、どんな瞬間もその行かれる方は存分に楽しんで来てください。まあ、私も楽しもうと思います。まあ、今日は前日ということで、このワクワクした気持ちをちょっと動画にしたかっただけなので、軽くだけ撮ろうかなと思って動画を回したんですが、そう、私な、前回というか前のトーク動画で A ちゃんの話をして、久々に成り上がりとああいうハッピーを読みたいなっていう話をしてて、で最近本を読む時間がなかなか取れへんから、仕事の休憩中に成り上がりを読み始めてんか、読んだのが多分な2年ぶりとかやねんか、あ、こんなんやったなって読み始めて、もうその出だしからもう涙出そうになるぐらいすごい苦しくなってんな。っていうのは、本って不思議なんが、1回目よよりも2回目読んだ方がこう重みがすごくって、であとその前回読んだ時と今の状況、自分の状況も全然違ったりするから、だからその時に感じたことと今感じることって全然違うと思うねんな。成り上がりのその初っ端、もう初めからもう A ちゃんの生き様っていうのがもうドカンと載ってんの。もう1ページめくれば A ちゃんのこのスタート、矢沢永吉っていう人間のスタートの重みがすごくこう出てて、もうその1ページ見た瞬間から、あ、もうこの人に一生ついていきたい、この人がを好きになってよかったってほんまに思わされるぐらい、すごい重みのある、一冊というか、一冊読む前にもう1ページめくったらもうそんな感覚なんやけど、矢沢永吉っていうスーパースター、キラキラした A ちゃんが今みんなの前に映し出されてるけど、そのスーパースター矢沢永吉が完成されるまで、こうみんなに知ってもらうまでの壮絶な人生っていうのをがあって、その背景があっての輝きやなって改めて思うし、もう A ちゃんはその若くしてお父さんお母さんがいないと、でおばあちゃんに育ててもらったっていう、もうその時点で、そのなんてやるな、一般的な家庭ではないわけやんか。一般的に普通と言われるのはお父さんとお母さんがいての家族っていうのがあって、まず自分はそこの中にいるわけよ。お父さんとお母さんがいる家族の中で育った。でそこからまず違うやんか。その時点で何を甘えてんだともうすっごい、ものすごい幸せを与えてもらってる。まず環境が違う、でそこからスタートしてます。でなおかつすごく、ものすごく貧乏だったと。 A ちゃんは一食一食がほんまに貴重で、そのなんか周りにいるその裕福な家庭で育ってる友達とかにバカにされてっていうのでも、そこで子供ながらにその金持ちになってやるとか、そういう風な気持ちでいてたと。でまあ正直私の家庭も、その自分が幼い頃はすごく貧乏で、周りの人と比べたらあまり裕福な生活って過ごしてなかったんよ。やけどその中でも必死にそのお父さんお母さんが頑張ってくれて、それこそ習い事させてもらったりとか、みんなほどそうやって出かけたりとかいろんなもの買ってもらったりとかなかったとしても、それなりにその子供の楽しみ方、子供を楽しませてくれたっていうか、なんていうの、その A ちゃんに関しては子供なのに
子供らしいこと、まあ、一般的に親にしてもらうようなことをしてもらえないまま、こう大人になっていった。それに比べて自分は裕福ではなかったものの、その子供らしい生き方をさせてもらった。まあ、まずここも違います。何を言ってもやっぱりな、その A ちゃんのお父さんが亡くなったのもやっぱ戦後の、やっぱりなんか後遺症っていうの？戦後やからこそ今と違う環境すぎるやんか。整ってなさすぎる環境で生きてるから、そもそも今の時代と全然違うわけよ。何も揃ってない。今とは全然違う環境の中で、なおかつお父さんお母さんもいなくて、おばあちゃんに育てられて、裕福ではない、もう貧乏と言われる生活の中で過ごして、 A ちゃんの中で幼いながらもうやってられるかっていう気持ちで、もう絶対に金持ちになってやるっていう、言うたらさ、その人の悩みとか苦しみって人それぞれなんよな。 A ちゃんってほんまに分かりやすく壮絶な人生を過ごしてきてるんやけど、それぞれにやっぱ苦しみとかって、人によっちゃこんなちっぽけなことでも、こっちの人によってはもうこんだけの苦しみやったりするわけやんか。その自分的にもその10代の時は、10代でその家庭のこととかでしんどかった時もあったし、20代は20代で恋愛で苦しんだし、今の30代は30代で人生においてちょっと苦しかったりとかもするから、もうそれぞれのその瞬間瞬間で悩みとか苦しみって全然違って、それはもちろん A ちゃんに比べたら全然な、その重みは違うから、いろんな苦しみを経て今ここにいるし、今も苦しむことだってたくさんあるけど、なんかそういう強い人の生き様を改めて見さされると、もうマジで頑張ろうって思うねんか。で、何を頑張んのっていう感じかもしれんけど、何を頑張るかももう分からへん、もはや分からへんけど、とにかくこの人の背中を追いかけ続けて生きようっていう、何を頑張るとかっていうよりも、もう一生懸命に、何事もないよな、これだけを頑張るんじゃなくて、何事も一生懸命に頑張るっていう、ひたむきにらしく頑張る。自分が悔しかったこととか辛かったこととか、そんなんをもう変換させる、もう何から何までもう見返したるっていう気持ちでやりたいなって思うのと、もうこれはあの成り上がりのほんまに初めの方のページしかまだあの読み返してないから、初めの方の話だけやけど、その A ちゃんがお金で買えないものが世の中にはあるっていう話で、まあ言うやん、その愛はお金では買えないって。本当はそうなんやけど、A ちゃんはその貧乏のな生活の中で暮らしてきて、すごい辛い思いをして、正直何でもお金で買えるっていう風な考えになって、でもそうならせた世間というか、そういう風に自分をそういう思考にさした世の中が憎いっていう風に、そんな感じのニュアンスで書いてて、でもほんまにそうで、もちろん愛ってお金で買えない、もちろんそれはもう私もめっちゃ分かってる、ほんまにそうやと思うね、もうほんまにそうやねお金が全てじゃないってこともほんまに分かってんねんけど、まあ、その人生はお金じゃないよっていう人いるやんか、まあ、もちろんそうやねんで、そうやねんけど、そういう人っていうのはほんまにお金の苦労、苦労っていうか、そういうほんまにどん底だったり、そういうお金に関してのほんまに辛い経験をしてないからこそ言えるっていう風な感じで書いてあって、人間ってそのお金でもそうやし、恋愛でもそうやし、失ったりとか人と比べてほんまに極端に欠けてる部分とか苦しみを味わわないと、ほんまにそのことって分からへんねんよな。そのやっぱ経験が何でもものを言うなって思うから、全く同じではなくても同じ状況でのもとでこう生きてきた人とかだったら、まあ共感はできるのかもしれないけど、もう全くもって違う、その裕福な家庭で育った人間と貧乏な家庭で育った人間って、やっぱりその価値観も違うし、やっぱ生き方がそれぞれに違うから、やっぱそれは意見は食い違って当たり前やし、そのお金が全てじゃないっていうのもほんまやし、お金が全てっていうのももうほんまで、ほんまでっていうか、まあ、その人の生きてきた中で芽生えた感情だから、それに正解も不正解もなくって、だからほんまに A ちゃんの言う通り、
そういう人生はお金じゃないっていうことは分かってるけど、そのそういうふうに思わされる人生だった、そういう生活を過ごしてきたっていうなだけであって、その人生はお金だよっていう人のその発言も否定することじゃないし、でもそういう感情が芽生えたからこそこう成り上がっていったっていう A ちゃんのその今のその姿もあるから、もちろん自分がしてきた行動でそれによって、まあ、今現実があんねんけど、それだけじゃなくてこの周りの環境、その人って一人じゃないし絶対誰かしらこう関わって生きていくやん。その中でいろんな情報が入ってきて、いろんな言葉を受けて、いろんなものを見さされてってなった上で、そういうものによって作り出された思考が憎いっていう、なんかその表現って本当にそうだなって思うのよな。なんかほんまに残酷やけど、でもそれってどうにでもできるんよ。自分の力でそこから這い上がることができる。現にその成り上がりって初めの頃はそういう話で、言うたらあれって A ちゃんが28とかそれぐらいの話やから、まだまだ若いから、こっからストーリーが始まるわけやん。で、最近 A ちゃんが言ってたのは、昔はライブでそのなんか全然感謝とかができなかった、なんかそのライブまでも全然バンバンお酒飲んだりとか、もうなんか来てもらって当たり前じゃないけど、そんな感じに思ってて感謝とか全然できなかったけど、もう今は本当にもう感謝でしかない。ずっとついてきてくれてるみんなに、もうほんまに応援し続けてくれてるみんなに感謝でしかないっていう、そういう感謝の気持ちをすごく伝えてくれるし、でもそれってそういう A ちゃんがを、そう、なんていうの、その若い頃に A ちゃんをそういう思考にさしたものがあったからこそ成り上がったぞっていう風にぐん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 言って、で今こう現にそういうお金では買えないものがあるっていうのを証明してくれた、矢沢永吉っていう体を使って証明してくれたなって思うね。もともとその何でもお金で買えるって思ってた思考の人が積み重ねて積み重ねて成り上がっていって、でそういう愛であふれたステージを見せてくれて、そうそう、そういう感情、感動とかってお金で買えへん、まあ何やろな、買え、なんて言ったらいいやろな、お金で買えへんっていうか、なんていうの、その物事自体はお金で買えるんよ。そのライブをするにしてもお金がかかってるわけやん。でもちろんお金を出せば出すほどすごい大きいところでできるし、ものすごいものを見れるんやけど、それはもちろんお金で買うよ。でも感情、そこに芽生えた感情とかはお金ではない、愛やから、それをもうほんまに矢沢永吉っていう一人の人間がもうほんまにこう示してくれてるなって思いました。はい、成り上がりのほんまにその初めの何ページかだけを読んでも、ほんまにそこまですっごい入ってきたから、ここからまた休憩時間がすごい楽しみで、今日も早く読みたいなと思って、案外な、一回読んで久々に読むと、あ、こんな内容やったなってちょっと忘れてたりもするから、改めて読むっていうことで初めてじゃない分、あ、また、あ、こうやったなってドカンとなんか入ってきやすくって、いろいろ噛み砕いて見やすくなるから、その A ちゃんファンの人は何回も読んでると思うけど、そう、改めてまた読んでみるのもいいんじゃないかなと思いました。自分が読んでてそう思ったから、はい、最近 A ちゃんを好きになった人でまだ成り上がりを読んだことない人はぜひ読んでみてください。自分の中でいろいろちょっと思い悩んだりとか、挫折を味わったりとかしたり、まあそうじゃない人もな、もちろんぜひ読んでみてはいかがでしょうか。本当におすすめです。話がちょっとそれましたが、明日から150がスタートということで、みんなで楽しい時間を過ごしましょう。なぜ私が行くのは12月なので、もうほんまに今年の締めくくりということで、A ちゃんと忘年会的な感じで楽しみたいなと思っております。とにかく、まあ、最終日まで完走できるようにみんなで応援し続けましょう。そしてみんなも日々、いろんなことを乗り越えて、ライブ当日を迎えましょう。はい。てなわけで、まあ、あんまり頻繁に動画を上げることはできていないのですが、ライブ配信も含めて週3本ぐらいは
上げるのを目標として頑張っておりますので、未来チャンネルの応援もどうぞよろしくお願いします。ということで皆さん、今日も一日お疲れ様でした。また明日も頑張っていきましょう。多分この動画を上げてるのが10日の木曜日だと思うので、明日11日の金曜日はライブ配信をする予定ですので、皆様ぜひそちらにも遊びに来てください。もしライブ配信が万が一できなかった場合は、また、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。